フォーチュンテイラー内田の運勢鑑定。楽しみ。はい、先生今回もよろしくお願いいたします。はい、はい、よろしくお願いします。はい、はい、前回のね、放送の中で、ご苦さんの方が言っていただきまして、綺麗な手直しが入っておりまして、はい、あれは多分見ていただいている方も非常に分かりやすい状況じゃないかなと、うん、あれをその前々回の放送を見てね、私のお客さんだとか相談者の方が、うん、から何人かの方から電話ありましてね、あれ先生おかしいんじゃないですかとか言ったんですけどね、私の時の説明と先生前に聞いたのとか違ってたみたいだとかね、ちゃんと聞いてるんですね、聞いてる方は、ね、そうですね、やっぱご自身のことですから ね、まあ、そんな方が、何名かの方からいただきましたが、もう本当に冒頭でご苦さんのほかね、手直しが入って、まあ、それで綺麗にテロップの中で入って、また綺麗に作っていただきました。わお、うん、もう永久保存版でいけるんじゃないかなという形で思いますけどね、あれよそで使わせていただくかなと思っていますいうようなことがありまして、はい、字の方がね、ご苦さんの方が先生の A 作の A というのは旧字体の方でねという説明が、はい、ありましたよね、なされましたよね、はい、じゃあその前回の放送の時の、ね、ロケ地というか、はい、はい、どこでしたか、どこだったっけ、バック背景ですよね、そうですよ、あれだ、ロケ地だよ、松山 の、あの玄関口だね、そうです ね、松山駅、松山駅、そっしゃるとおりですよ、ね、はい、松山駅ですよ、ね、何気に見られてませんでしたか、何気に言いましたよね、見てますでしょ、見てますよね、じゃああの中で、あの松山の駅の松山駅の駅という字はどんな字でしたか、なんかねちょっと違うんですよね、え、そうなの、上に4みたいで下が幸せですね、そうですね、そうですね、あの作りの方ですね、そうですね、で現実には今は簡略でこちらの方が尺という形になってますよね、はい、そうしますと、この今ご苦さんが言われた作りの方に今簡略に尺という字になってるのは、皆さん方の日常の中でもそれがご名字になられてる方なんかたくさんおいでるんです、何か言いますと、例えば沢、沢井さん、沢田さんはね、ありますよね、あれも簡略によくあの尺となってませんが、あれが作りは要するに松山駅の駅と同じなんです、はいはい、そうですね、はい、そうしますと、はい、あの字になってきますと、あれ作りだけで13画あるんです、なるほど、はい、ね、それに沢井さんだとか沢田さんだった山水ですから、これは前にも言いましたように水ですから4画になりますよね、だから4と13、作りのね、辺と作りを足しますと17なんです、ですから皆さん方の周りで大沢さんだとか沢井さん、沢田さんって言われているこの沢尾の方は、皆さん数えますと三髄で三角、4、5、6、7角じゃろうかとなってしまうわけです、ね、こういうような形に行くんですけど、実は17角なんですよということ、本当はね、だけど今戸籍に届けに行きますと、この今現在使われている分のこの簡略な分の沢で全然 OK なん、それが日常使われてますからってこの字を使われるわけ、だから前回のその前々回の放送でそういうことがありました、で今回手直し前回の放送でしていただいてった時にね、あのロケのね後ろの松山駅見た時に、あ、もう必然でこの流れで次回うちだ、お前これ喋れというふうなね、感じがあったんかなと、そうです、そうやって準備しましたもう先生がそうおっしゃりたいだろうなと思って、なるほどね、はい、もうその流れがもうその通りですね、だけどその松山駅の駅がどんな字だったかすらもう気づいてないのなんバラさないでください、ね、じゃあこういうみたいにありますよね、じゃあ もう少しね、例えばよく日常使われてるんですけど、瀬戸内海挟んでお迎えに広島県がありますよね、なんかご出身となんか言われてませんでしたか、そうです、ね、じゃあこの広島の広、何画になりますか、あの広、何14画ですか、あ、惜しいだ、惜しい、ご苦さん惜しい、惜しい、あれ惜しいんだった、13画だ、
あ、そういう問題じゃないんだ。一、うん、つ減らしたらいかん、ね、ああ、そうだ、14画って言った10、10、12、13、14じゃない、14画だ、私も15なんですね。 15? なぜ 15? っていうのはね、要するにここまでは一緒じゃないですか、うん、で中が 1,2,3,4 なんですね、うんうん、で5,6,7,8,9,10,11,12で中が10になるわけね、うんうん、で 1,2,3 ですよね。だから、これがですね、私たちのこの勉強したいと言って、うん、生徒さんだとかがね、興味のある方が来られたり、お弟子さんが来た時にまず、漢字でありね、ひらがなの画数の数え方だとか、そういったことを教えする時の一番の例題に持ってくるのが、うん、前回のその松山駅の駅じゃないですけど、横にあの字が来ている、この先ほどの沢、はい、ね、それと広島の広、うん、こういうふうに要するに旧字体の中のものが現実に戸籍上自分はもうここに名札が戸籍がこうであってもこの画数になってくるというね、ことが皆さん方の日常の中にでもたくさんあるんだということ、うん、たくさんあるということね。で、最近、よく間違われるの多いのが、お名前の中でですね、うん、未来君だとか森山未来なんかが出てきてね、はい、なんだ、それから高田組なんかで使われてもね、来るという字、来るという字、はい、数えたら何画になりますか、皆さん数えると、あれだ、古い字だ、あの人になってるやつですね、9ですか、ちょっと今度増えたな、1,2,3,4,5,6,7,8,9 横棒いらんかったね、奥さん最後のところでね、あ、そうなんですか、横棒が入って中に人をこう切って、うん、そのままこう切って、あ、そのままですね、うん、だから8画なのね、でみたいに、だけどそれを通常変えてしまうと6画になるじゃない、うん、あ、7画になるじゃないですか、でそういうみたいに、使うのはもう当たり前を、それでその通り使っていただくのは何だ問題ないんですよ。それをわざわざそうだから言うて、普段自分がですね、署名捺印するっていうのは、その署名の時にね、わざわざ旧字体を書かないかんだとかっていうんではないんです、それは全くないんですけどね、それが正式にきちっとした形で自分がどういうふうな運勢持ってるのかとか、性格だとかいうようなことを正確に知ろうとした場合、はそういう風になってくるということですから、よく今ねインターネットなんかで簡単に名前なんかでも検索できる、そういう風なアプリみたいなのがあったりしますが、うん、決してそれが悪いとかって言って否定をしてるんじゃないんですね。書店に並んでる名付けの本なんかがこれが悪いとか言うんじゃなくて、本当に自分の子供さんのねことを思って名付けをしたり、これからお店の屋号を、あるいは会社の法人名を打った時につけるんであればね、せっかくそこまでの思い入れがあるんだったら、少しご勉強して正しい情報を集めてみるということも大切なんじゃないかなと、ね、知っておくことは大切ですね、うん、大切ですよね。ですからそういうふうな流れの中で、この前回前々回と今回に至って、その一連の流れがね、起こるべくして起こってきて、そういう中のことがあったんじゃないかなという形で思うんですね。そしたらね、先日だったかな、こういう、私全くそういう面を知らなかったんですけど、田原町いますよね、あのサラダ記念日なんか書かれた方、ね、ああいうふうな形のこの方がね、読んでる歌の中にね、名付ければその名になるお前っていうその歌があるんですね。あ、あるんですか。あ、そうなんですか。これね、まさにその通りです。その通りです、うん、これその通りって意味が深いですよ、うん、名前から来る響きの通りにもなるし、うん、はい、私たちの学問の上からいきますと、はい、その画数が持つ意味の通りにもいっちゃいます、はい、あ、そうなんですね、はい、ですから前に耳から入ってくる響き、悪魔ちゃんの話もしましたじゃないですか、です、ね、じゃあそういうこう、ね、何回か前にあの、うん、真珠これはないやろとかいう話したじゃないですか、そういうふうな名前というのはそのままに来る、これはもう一般どなたでもわかるわけ、うん、ね、ですけどそれと別に、画数っていうものが持ってる意味っていうのがいかんともしがたい。だから前回にもね、それで性格が分かるんですよって、1年数ヶ月悩んだ方がいてるんですよみたいな話したじゃないですか、ね、そういうふうなことっていうことをこの一連の流れの中でのとこでね、改めてお話しさせていただいたの次第になりますけどね、はい、
わかりました、はい、はい、またじゃあ次回もよろしくお願いいたします、はいはいはい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。Facebook の友達に会いたいのコーナー、はい、はい、さて今回はですね、前回の小出智子さんのご紹介で、はい、清水さゆりさんに、お越しいただいてますので、早速お呼びしたいと思います。はい、はい、じゃあ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 、はい、ようこそ、はい、ようこそお越しくださいました、はい、ではまず最初にちょっと自己紹介からお願いできますか。はい、こちらのカメラに、はい、はい、清水さゆりと申します。あの勇気づけのカラーサロンゆうりというあのカラーセラピーのサロンを自宅の方で始めておりまして、で今後あの前回 の, あの小出さんのところであの学んだあのアドラー心理学の勇気づけ講座とですね、あのパーソナルカラー診断という似合う色が分かるものをあのメニューに加えたくて今学んでいるところです。はい、はい、よろしくお願いいたします。カラーセラピーっていうお仕事なんですね。はい、そうです、はい、具体的に言うとどんなものなんですか。はい、あの14色のカラーボトルがありまして、はい、そのボトルをあの、うん、いらしたお客様にあの気になる色を選んでいただきまして、気になる色を選ぶんですか。そうです、はい、それインスピレーションで、そうです、もう直感で選んでいただいて、その色のメッセージをお伝えして、そこからあの色のメッセージから何かご自身の体験ですとか、あの経験からあの気づいたものをあのお話ししていくというのがカラーセラピーです。14色っていうのはどんな色があるんですか。はい、あの虹の色なんです。虹の色ですか。色から作られてまして、うん、じゃあ、はい、虹の色は7色だから、うん、その倍ですね。そうですね、あの中間の色も含まれてますので、はい、グラデーションになってます。12色色鉛筆、はい、14色だからね、うん、プラス2ってこと、プラス2、 どの色がプラスされてるんだろうね。感覚が一番分かりやすいかなと。近いかな、黒と白とかってないんですね。黒はないんですけど、あ、代わりにあの茶色っていうダークっていうんですけど、あの茶色っていうのがもう黒も含めた色の意味合いになってます。やっぱりその時その時で色って選ばれる色って違うんですか。はい、同じ人でももう違いますね。その時の心理状態によって違うんです。あ、そうなんですか。はい、でボトルを選んで、そこからどんなことが、まあ、分かるというかどんなことをしていくんですか。はい、そうです、あのボトルの他にカードもありまして、はい、あの色のカードの中からあの言葉がいろいろ書いてるんですが、そのカードの言葉もあの選んでいただいて、どうしてその言葉を選ばれたのかとか、あのいろんな意味合い方もその選ばれた時の心理状態によってあるので、それを詳しく、うん、カードというのは何枚ぐらいのカードなんですか。はい、カードもあの14色分のカードで、色ごとにメッセージカードみたいな、1色に8枚あります。お、ああそういうことだ。はいはい、はい、その1色をまず選んだら、その1色の中に8枚あると、はい、そうですね、その8枚の中で選ぶというか、そうですね、言葉を見て、はい、どんな言葉が書いてある、はい、そうですね、はい、赤だったらあの情熱だったり、わかりやすいね、単語で、そうですね、はい、なるほど。でそれを何を選ぶかによって、はいはい、で、うん、そこから導かれるものとは何が導かれるんですか。はい、ええ、そうですね、あの私がカラーセラピストになった時に、はい、ちょうど迷ってたんです、あの仕事について、でその時は清水さんご自身が、そうです、私自身が迷ってて、その時に出た答えが、うん、あのもうその時の自分にしっくりくるものだったので、うん、ちょっとやってみようっていう意欲がどんどん湧いてきました。はい、はい、どれぐらいの期間、はい、まあ、やり始めてどれぐらいなんですか。あの去年の年末にあのカラーセラピーを始めたところでして、そうなんですか。まだ本当勉強もしながらっていう感じなんですね。はい、どんどん経験を積んでいきたいなと思ってます。すごいですね、自分のね、そういう、まあ、仕事というか、そこまでにしようという気持ちにまでなったわけですね。そうですね、はい、でそこに今度アドラー心理学をこう加えてっていうことなんですか。はい、そうです、はい、そう今は、はい、その活動というかその、はい、個人のお客さんを呼ん、まあ、自分とか呼んで、はい、そういうふうな
診断をするみたいな。そうですね、はい、はい、これからそれをどんどんしていきたいと思ってます。あ、そうなんですね、はい、今もそういう形にもうしてるんですか、はい、まあ、お店というか。じゃあ始めたところなので、うん、まだですよね、まだそこまでにはしてないですね。将来的にはそういう形にしてという、まあ、でも自宅にね来て、はい、まあ、どこにあのご自宅があるのか分からないですけども、はい、まあ、来てもらうんだね、十分できることですもんね。そうですね、はい、出張でもできますよね、はい、出張も、はい、しようと思ってます。で、小村さんは赤しか選びそうにないです、ね。まあ、それは俺のイメージだけだろう、ただの別に好んでこれにしてんじゃねえ。いやいやだよこれ。いやいやだよ、いやいやだよ、いやいやじゃないですか。ねえとか同じ人でも要するにその時その時のね、選んだ色によって極端に変わる場合もあるということですね。もうありますね。反対の色を選ばれる場合もあると思いますので。反対の色っていうのは全然思っても見ない色っていうことですか、はい、そうですね、多分普段身につけてる色と全く別だったり、うん、好きな色とはまあ全然関係ないの色だったりしますね。で、はい、その時その時の心理っていうものが読み取れるわけですか、はい、そうです、うん、はい、やってみたい、うん、ぜひ、はい、なんか私季節、はい、四季折々のなんか色を選びそうだけど、うん、夏だったら青とか、はい、あ、単純にね、あ、単純なのかな、単純に、ね、うん、でも14色もあるから青でもそうだよね、何種類かある、そうだ、似てる色はありますね、うん、そこで何を選ぶかによっても違ってくるわけですね。そうですね、うん、もう空の色の青なのか、うん、こう海の深海の色の方の青なのかで、青でも違いがありますので。それは一色しか選んだらダメなんですか、はい、なんかパッといって3色ぐらい手取りたい時もあるかもしれない、はい、そうですよね。でも一色って言われてるんだから一色じゃどうなんだよ。一色じゃないんですよ、それが。あれじゃないんですか、いろいろ選べるのそれ。あ、そうなんだ。3本選ぶんですか。あ、3つすごい。そうで、3本あるのはあのご自身 のなりたい自分だったりとか、理想を表すんですけども、もう一つ4色選ぶワークもありまして、そちらはあの過去と現在未来が分かるものなので、あの順を追って心の中を整理していくものになるんです。でも1色選ぶのもちょっとあのなんていうかな、選びにくいけど4色選べって言われるので選びにくい、ね、悩むよ ね。けど悩んで選んじゃダメなんでしょ。もうインスピレーションでパン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 って選ばないと逆に意味がない感じですか。いや、悩まれてもじっくり選んでもいいんだ。悩むことにももしかしたら何かを表してるかもしれませんし、そこにも意味合いが出てくるんですね。割と皆さん迷うかもって言うんですけど、実際選ぶときには割とこうスッスッと選ばれる方が多いんです。分かるもんなんですか、全く知らない方でもパッと来られて色を3色とかこう選んだらなんとなく見えてくるもんなんです。そうですね、あの驚かれる方もいらっしゃいますね、なんでよかったのみたいに言われる方もいらっしゃいますので。そういうのがあるんですね。このカラーセラピーってのは昔からあるもんなんですか、はい、これ昔からもう形は違うんですけど、うん、もう古く歴史からやっぱそういうセラピーみたいなものあって、うん、はい、ですか、はい、それは特にその選んだ色がその時の自分のラッキーカラーとかいうことはまた別の話なんですね、はい、元は違うんですが、うん、あの一色最後に一番大事にした色をお聞きするんです。その色をあの生活の中で取り入れていただいて、あの意識していただくことでよりなりたい自分に近づいていっていただくということ、うん、もうカラーの原点がなんか、はい、それはその自分が選んだ色がいいんですか、はい、そうじゃない場合もあるんですか、はい、あなたはこの色がいいですよとかいう形になる場合もある、はい、私がお伝えするんじゃなくて、ね、来ていただいた方がもうご自身で最後の一色も選んでいただくんです。ああそうなんですか、はい、今まで自身が選ぶんだね。そうですね、きっとご自身の中にも答えが潜んでる場合もありますので。なるほど、はい、深層心理的なことだね。そうですね。さあもうちょっとねあっという間に時間が来てしまったんですが、まあ、このコーナーあの、うん、Facebook のお友達をつないでおりますので、はいはい、次のお友達をご紹介いただきたいんですが、どなたをご紹介いただけますでしょうか。はい、あの福田真由美さんです。福田真由美さん、はい、はい、それでは一応ちょっと再確認をしていただいて、うん、はい、はい、お願いできますでしょうか。はい、はい、お願いします。お願いします。はい、いかがだったでしょうか。 OK でした。はい、OK です。はい、ということでね、うん、まあ、今回はね、清水さゆりさん、このカラーセラピーということで、うん、じゃあその清水さんに
ちょっと自分も、見てもらいたいなっていう人はどうしたらいいんでしょうか。はい、あのブログをしておりますので、はい、あのはい、ブログを覗いていただけたら。あ、そうですか、はい、じゃあ、ブログの、ね、アドレスちょっとこちらの方に、はい、出しておきますので、はい、そちらの方からご覧いただいてね、はい、ぜひちょっと見ていただいたらいいんじゃないかなと思います。清水さんに言われたら、ああそうかって思いそうだもん。私もらいたいもん。私は私なんて思っちゃうわ。私が何いいからいいから、はい、ということでね、今日はどうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。青春アミーゴのコーナー、アミーゴということで、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。家から始めます。はい、ノリノリです。今回はどんな話なんでしょうか。はい、前回、青少年センターに、ね、いいカフェっていうのがあって、はい、そこに、外国人が来て、ね、でいつでも英会話が楽しめるよっていうのがありますよっていう話したと思うんですけど、はい、でまあ、今回英語つながりということで、はい、今度はですね、中学生を対象にした、中学生を対象にしてるんですか、はい、e-talk キャンプっていうイベントがあります、e-talk キャンプ、はい、これはどういったものですか。これはですね、日程がもう決まってるんですけど、はい、7月の18、19、20、はい、これあの夏休み入ってすぐのタイミングです。そうですね、はい、で、中学生の2年生、3年生を、はい、まあ、40名という枠があるんですが、うん、募集して、参加してもらって、はい、でほぼ同じ40名ぐらいの外国人にも参加してもらって、はいはい、あ、そうなんですね、はい、40人、はい、外国人の方も、まあ、40人目標ですから、まあ、35人になるかちょっとそれですけど、かなりの大人数ですね。というのがですね、まあ、前回もちょっとお話したと思うんですけど、なかなかこう英会話能力が日本人は低いんだと、うん、で、はい、どんどん留学生も減ってきている、やっぱりその英語に対する壁があるので、はい、それをまあ何かきっかけを作って、はい、将来的にじゃあもう留学してみようとか、英語もっと喋りたいとかっていうきっかけ作りをができないかなと、で、まあ、まさか留学するわけにいかないので、はい、なるべく日本語を使わない日常を2泊3日ぐらい作ってあげる、うん、そういう環境にしちゃおうってことだ。そうなんです、そうなんです。そういうキャンプなんですよね。面白そう。それ、そうですね。でまあ、内容的には英語の勉強はしなくって、ああ、別に勉強っていうじゃないんだ、はい、ああ、でまあ、ゲームしたりとか、うん、バーベキューしたりとか、まあ、ちょっとだけあのこう例えば入国審査のではこんなこと質問されますよとか、うん、海外もし行ったとしたら、ホテルに入ってチェックインはこんな会話がありますねとか、あと、タクシー乗った時にこういう会話がありますよね、うん、それが分かっていると割と外国行った時に役に立つかなという、うんうん、ちょっとしたそういう会話ですね。そうです、はい、あー、バーチャルトリップっていうコーナーがあったり、うん、それから中日にはあの、まあ、班を作ってですね、うん、市内をその班で、まあ、トリップする、そのーロープウェイだったりとか、まあ、そういうようないろいろなものが盛り込んであって、まあ、ちょっとしたきっかけが作れたかなと。いいですね。そうなんです。そういう日常会話が一番やっぱり大事ですものね。そうです。英語の、ね、授業で教える英語って、うん、なかなかね。ですね。あ、まあ、赤ちゃみんさんはもう大体いけますよ。赤ちゃみんさんじゃないです。デカムラで。ああ、そうです。僕は英語はもう、もう大体わかります。大体いけますね。もう大体もう、はい、言葉じゃないですから。ですか。例えばちょっとやってみて。ん、ちょっといいですか。これ日本語。日本語、そういうことじゃないの。片言だったらいけると思ったんだけど。全くこう、そのキャンプの間って日本語喋っちゃいけないんですよね。まあ絶対というような、例えば日本語出たらバシーンとかそんなことはない。あ、そんなのないの。でもやっぱりなるべく日本語使わないように。使わないように。はい、で簡単な挨拶からみたいな、まあ、今さっきの会話の中には英語、英単語が1個も入ってなかったですけど。片言でしょ。めちゃくちゃ日本語で多かったと思うんですけどね、はい、まあ、きっと多くの人はその英語を喋るのに単語が分からないとか、うん、間違うとちょっと恥ずかしいとか、そういうのはきっとあるんじゃないかと思うんですけど、うん、まあ、実は
あの子供が育っていくときに日本語ならなくても喋れるようになるのと一緒で、こう伝えようとする気持ちとか、そうですよね、うん、それが大事なんですよね。言葉関係ないんです。いやでもいきなり、うん、でも言葉喋れないからってね、あーとかうーとかしか言ってなかったら分かんないでしょ。原始人かなんか日本人って間違えることが恥ずかしい。そうなんですね、間違えて全然 OK だし、うん、例えば僕たちもこう街中歩いてて、はい、そこら辺外国人のね、うん、観光客がいて、うん、ちょっと日本語で話しかけてくると、はい、必ず文法的には間違ってるじゃないですか。そうなんですよね。でもこの人おかしいなんて思わないですよね。あ、まあ、そうですよね、うん、それはちゃんと単語が言えてるからであってね、うんうん、単語が分かんなかったらどうするんだよね。なるほどなるほど、あの実はその参加者には事前に、はい、まあ、こういうシーンがありますよ、うんうん、こういう時はこういうふうに言うとこう伝わりますとか、うん、っていう資料をあらかじめちょっと、ああそうなんだ、はい、なるほど、はい、まあ、あのできる範囲でそのここに書いてあるぐらいの文章はちょっと覚えてみよう、覚えてきてくださいねっていう、まあ、そんな感じでやります。それを実際にこう喋ることによって、うん、まあ、慣れ親しむという、ね、そうですそうです、はい、いいですよね。ネイティブの英語ですからね、あの英語の授業で、ね、英語の先生がわけのわからない発音でわけのわからない喋、ね、ってるより全然いいですよね。1日目は割とやっぱり緊張してちょっとナーバスになってる感じがあるんですけど、うん、そうだ、みんな黙ってるとか、まあ、だんだんやっぱりあのうまいことできててですね、あの一泊して次の日起きてっていう、あのそういう時間がきっと必要なんですよね。そうすることでだんだん最終日にはなんとなく、これも実際去年もですね、受付の時にはこっちがあのわざとハローって言っても、はいはいはい、こんにちはとかそんな感じなんですよ。あ、なるわね。帰りはもう僕らは何もやらなくても See you とか言って、あ、そうイエーイってこう挨拶しまして、家が、あ、違う、違う、うん、家ってそんな感じになります。あ、なる、なります、なります、なるんじゃね、はい、ほら日本語でもいけるように気持ちだからね。まあ確実に変わりますね、うんうん、でもやっぱりあのあれですよね、キャンプの前に事前にその、うん、このシーンがあるよ、こんなシーンがあるよっていうのをお知らせで言ってもらえると、うん、すごく安心はしますね。そうですね、うん、ずっと黙りこくってこう固くなってしまう、そうじゃないですか、そういうのがないと。そうなんです、そうなんです、うん、はい、まあ、英語がどうこうというより、まあ国際交流的なこともありますよね。そうです、そういう外国人の方と慣れ親しむというか、やっぱ松山ではなかなかそういう場面がないから、ないんですよ ね、やっぱりそれだけでも違うと思いますね、はい、同じ環境で過ごすっていうのは。そうなんです、しかもそんなに多くのね、外国人、すごい、なかなか出会わないんですもんね、一堂に最初なんか 2,3 人ぐらいかな、そうそうそう、外国人の方と思ってたんですけど、そんな人数、ね、やっぱりこう日本人が多いとどうしても日本語喋るんですけど、なってしまいますよね。なるべく、まあ、ほぼ1対1ぐらいの、うん、そういう環境は作ってあげたいなという、うん、まあ、そういうことなんですね、うん、まあ、いろいろ外国人の方の年齢っていうのはもう様々なんですか。まあ、ほぼ、まあ、大人の方というか、はい、中学校の ALT の先生だったりとか、とか、まあ、松山に住んでいる、うん、外国、まあ、まあ、全員大人ですけど、うん、そういう方々にお願いをして、はい、そうなんです。まあ、中学生のね、子どもたちっていうと、まあ、英語を学び始めたぐらいの ね、そうですね、タイミングだから、そうです、まあ、それなりに単語はこう学んで、そうです、あとどう使うかみたいなところになってくるんですかね。そうですね、うん、ですので1年生はタイミング的にちょっとまだ早いかなっていうんで、うん、2年生3年生が対象なんです。あ、なるほど、はい、もうそれに限定してるんだ、ね、そうです、はい、で市民会議のウェブサイトから、はい、あの申し込み用紙ダウンロードできるので、はい、はい、申し込んでいただいたら、バッチグーと、いけるとバッチグーです、バッチグーです、はい、じゃあまあ今からね、あの、まあ、なんだ、夏休みの最初の段階だから、うん、最初にちょっとそういうことをやっておくとね、うん、あとまたちょっと有意義に過ごせるかもしれない、ね、そうです、夏休み間中英語で喋っちゃうみたいな、ね、そうですね、うん、ちょっと変わった感じでね、うん、でバッチグーっていう、バッチグのバッチは日本語ですけど、うん、バッチにグッドだからねそれもおかしなことだよね。そうです、そうです、あ、はい、そうか、いいね、うん、あ、こういう大人版やってほしいな、なんか、あ、大人版ですね、なんか、うん、行きたい、そうね、35歳まで一応行けるんだけど、青少年、ね、そうか、35歳か、大人はいい方法あります、お金を出して海外行く、それ言っちゃったじゃん、皆さんもうおしまいじゃないですか、そうなんです、そうですけどね、うん、そうか、そうか、こう
ういうところ行ってみたいな、うん、え場所はどこっ、あ、青少年センターを使って、うん、中で、の中でというわけですね、そうですね、あ、そこにもう監禁しちゃうの監禁って言ったらいいかな、監禁っていうか3日間ですか、2泊するわけです、2泊しますね、その中で、はい、まあ、途中ちょっとバーベキューのために外出たり、あの、まあ、それはもちろんありますけど、うん、はい、はこういろんな部屋を使ってバーチャルトリップしたり、まあゲームをしたりで体育館でスポーツしたりみたいな、まあ楽しみましょうっていう、そうですね、はい、あ、退屈する時間はないわけだ、こんなゲームしてる暇なんかない、ああ、もちろんもちろん、あ、多分外国人に言われます、何してんの、ああ何してんの、うんうんうん、とりあえず、うん、そうそうそう、なるほどね、いいじゃないですか、うん、こういうのなかなかあれだね、子供たちにとってはすっごいいい経験ですよね、うん、はい、だから自分がもし親だったら、うん、親で今中学生のね、はい、子供がいたら、うん、それはもう行ってこいみたいな、ぜひ行かしてあげたいね、そうです、本当、ね、はい、テレビをご覧の皆さんね、参加費はいくらぐらい、はい、4000円いるんですけど、はい、まあ、それは2泊3日で食費とかのぐらいの、はい、たったの4000円なの、たった4000円で、はい、それ絶対、はい、ね、いいでしょう、いいですよね、はい、中2で行きますか、デカムラさん、中2で、私たち中2で、学ラン切るわ、うん、中2ですって、多分いけるかな、カバン下げて、中2病って言ったらいいんじゃないですか、中2病です、まあ、それはもう間違いない、100% 中2病なんで一番はしゃいですね、クリアすると思うけどね、うん、あ、それでちょっと潜り込んでみるかな、うん、バッチグーって言いながらバッチグー、うん、潜り込んでいく、はい、バッチは英語じゃないよ、バッチ英語っていう、はい、それさっき言いましたよ、それさっき言いましたよ、ということでね、はい、はい、今回はいいトークキャンプということでね、ご紹介いただきました、どうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。北海道ラジオ第83回いかがだったでしょうか、今回いかがでしたか、はい、私は松山城と道後温泉のポスター、うん、はいはい、あれもすごく素敵だって、あ、 AR ね、あの AR すごいですね、すごいね、うん、最新技術って感じだね、かざしてこう、ね、ピカピカピカってなって、あともうそこの雲の中とあの雪、何でしたっけ、うん、湯玉ね、湯玉のところの中が全部こう、はい、うん、ね、まあ、この北海道ラジオの宣伝もね、AR やってます、やってますね、すごいですね、うん、ということでね、はい、ジャント君いかがですか、あ、まあ今日はマンキンタンさんのコーナーがなかったので残念、よかったの、残念、本当に気持ちよく終わります、あの、はい、楽しみにしてた方ね、あ、ま、た次回ね、はい、次回はい、特集しますか、はい、特集なの、そう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 です、やろやろ、はい、はい、ということで、また次回お会いしたいと思います、さよなら、はい、はい、またね。